はい、よろしくお願いします。ということで、本日も夢日記撮っていきたいなって思います。夢日記のパート2ですね。やっていきます。はい、前回の続きからやっていきます。あ、夢日記は何か増えてますかね？よいしょ。特には変わってないのかな？あれ？この辺とかってあったっけ？なんかありますね。よし。さあ、やっていきましょう。よいしょ。どうする？寝たらいいんですよね。寝たら、うん。はい、外からスタートして。よし。ドアのところに行って、よいしょ。前回は、なんか、ゴミ箱みたいな子なんかが垂れてる子から、鍵をもらったので、この鍵じゃないよね、絶対。うん、そうだよね。多分ね、最初に見つけた、この一番奥の鍵なのかなって思ってるので、ここに行ってみたいと思います。よいしょ。最初、ここ奥まで行くと、なんか鍵の閉まってる扉があったはずなので、ここに行ってみようかなと思います。よし。割とね、長い。よいしょ。はい、この扉ですね。はい。というわけで、この扉を開けていきたいなって思います。多分、これじゃないかな。はい。持ち物、倉庫の鍵。洗濯。はい、ということでね、鍵が開いたので、進んでいきます。ああ、めっちゃ倉庫ですね。うん、完全に横スクロールになった。あれ？あれ？僕操作してないな。勝手に動いて、なんかいる！マネキンがいる。え？え？え？なんか近づいてる！え？え？なんか、え？待って。どうしたらいいんだろう。え、近づいてきてるもんね。え？ほら、絶対当たったらダメだよね、これ。よいしょ。めっちゃ来てる。暗くなるたびにとりあえず動くんだね。あっち向いてホイみたいな。ここは多分明るいから入ってこれないのかな。え？左右しか動けないよね。これ奥行きないのにどうやって動くんだろう。暗くなって、明るくなった間に通り過ぎる。あ、こっち向いてる。やっぱり来てる。大丈夫だ。よし。なんか前でも落とした。なんかいる。近いよ。ダメ。近い。よし、大丈夫そう。登って。怖い、これ。やだな、なんか。よいしょ。これまだいっぱいいるよね、多分前にも。どうしよう。はい、近い、ほんとに。これ追いつかれたらどうなっちゃうんだろう。
2人いるやん、2人いる。通り過ぎたい。よし、抜けれそう、抜けれそう。よし、よし、よし、よし。よし、クリアかな。あー、ダメだ。この部屋もなんか、停電してるから絶対ある。もうで、落としてるもんね、普通に。あ、近い、やばいかも。大丈夫？これどっち行けばいい？落ちた気がする。大丈夫だった。なんか今近くにいたけど大丈夫だったね、なんか意外と。そんな怖くないのかな、あれ。なんだろう、これ。扉？どういうこと？明るくないんだけど。待って、Y ボタンって書いてるんだけど、押しても何も反応しない。どうしたらいいんだろう。あ、でもこれ、渡ってこれないのかな、この子たち。とりあえず今は安全そう。あ、これ上に登れるんだ。さっきの Y は何だったんだろう。よし。渡れないんでしょ、君は。よし。大丈夫？よし。もう、なんかテレビみたいな、浮いてるんだ、なんか。奥にあるのかなと思って。やばい、絶対やばい、これ。なんか捕まった。どういう状態？どういう状態、これ。なんかちょっと前のセーブポイントみたいな、チェックポイントに戻されるって感じなのかな？でもまあ、そのぐらいなら全然、最初からとかじゃなければいいよ。もうこれ難しいなぁ、普通に多分。よいしょ。この後2体いたよね。落ちちゃった。だけど、ここからやり直せるんだね。落ちちゃうのも注意しないといけないんだ。2体いるから、次明るくなったら一気に走ろう。はい。走り聞きたい。行かして、行かして。許された？あ、許されてる。あ、でも前にもまだいる。まずい、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 絶対まずい、これ。こんなの無理じゃない？どうやって行けばいいんだろう。とりあえず、ここは一旦ここまで進んで、あとだよね。ここどうやって行けるやつすればいいんだろうな。よいしょ。一回待つ。一回待って、追いつかれないと信じて。よし、行けそう。よし。スイッチ押したけど、どうなったの？あ。早く開いて、早く開いて、来ちゃう。この、来てる、来てる、来てる。ちょっと待って、無理じゃない？これ、一回逃げよう、一回逃げよう。逃がして、逃がして、逃がして。よし。危なー。これゆっくり開きすぎだよ。よし。よしよしよし。いけましたね。これで、ん？なんかある。なんかある。はい。何か拾える？設定資料だ。段ボールを押しのけてどんどん進んで。なんか、マネキン、ゾーンが終わったから、だいぶ気持ちは楽になった気がする。よし、次に行きましょう。マネキンまだいるじゃん。でもこのマネキン動かないのかな？大丈夫そう。いろんなポーズしてますね。まあ、普通にマネキンですね。でもマネキンって怖いよね、普通に。PUBG でも、ジャングルのマップでマネキンがいっぱいある部屋があるんだけど、あれ怖いの？なんか、ベッドがある。ドで？ ベッドで休んだ。夢の中でも、いや、もう本当やめてほしいな。本当やだ。
ずえ、クリアでいいのかな、あの扉は。いやー、もう今のはびっくりした。もうやだ。今のはずるいよね。声がね、ダメだよ。声を調節できないよ、あんなの来たら。よし。夢日記見てみましょうか。いやー、びっくりした。本当にもう、何今の。びっくりした。よし。あ、なんか増えましたね、いろいろ。え、なんかいろいろ増えたけど、何？こんなのいたっけ？あ、マネキンはいたね、いっぱいいた。あ、マネキンの写真だ。あ、これ設定資料って言ったからこうなったのかな？そう、話してたところだったけど、PUBG でもさ、ジャングルでマネキンいっぱいある部屋あるじゃないですか。あそこ入るとね、ビクってして、撃ちそうになるんですよね。あ、ここ怖いです。うん。じゃあ最後のやつほんと怖かった。びっくりした。え、でも意外とすぐ終わりましたね。普通に。なんだろう、どれぐらいかかったんだろう、今。前回切るところ間違えたかな。今回の動画は短いかもしれないですけど、パート1と比べるとだいぶ。ここまでにしようかなと思います。そうですね。次回の動画もまたお楽しみください。ん？次回の動画もお待ちくださいかな。うん。次回の動画もお待ちくださいかな。そうですね。なんだ？何を話そうとしたのかもう全部飛んじゃった。ほんとびっくりした。何？何言おうとしたんだろう。まあ、いっか。まあ、そう。次は、じゃあ、今回出た扉の、また、右隣かな？を進めていきたいかなって思います。というわけで、今回はありがとうございました。またですね、チャンネル登録と高評価、よかったらよろしくお願いします。お疲れ様でした。じゃあね。